日野さん、お久しぶりです。いや、メールありがとうございます。はい、えー。いただいたメールはですね、いつもありがとうございます。早番縁にご連絡ありがとうございます。先ほど振り込みさせていただきましたので、明日ご確認いただければと思います。正直、1万円でも安すぎると思っておりますが、億を超えて吉谷さんにどんどん恩返しできればと思っております。ありがとうございます。よろしくお願いします。来年僕ね、あのパソコン買いたいんで、よろしくお願いします。パソコン、パソコン。あの動画は僕もう 来年買うものが、まあ、4K の動画も編集できる超スペックが高いパソコンとあとは一眼レフのちょっとカメラをねまあ欲しいものないんですけど僕はでもその仕事としてそのいろんな動画をこう提供したいという思いがあるんであ,あとドローンですねドローンドローンもちょっと買ってドローンドローンの 4K とあとまあ普通の iPhone でも 4K 撮れるんですけど あと一眼レフの 4K とか、もうその 4K を編集できるパソコンをちょっと買って、その動画のクオリティをね、来年上げていこうかなと思ってますんで、よろしくお願いします。ぜひ、貢献のほど、入金お願いします <laughs>、はい。で、あとですね、えー、いただいてるのが、あと、ウルさん最高ですね。今まで良いと吉谷さんから聞いていながら、ちゃんと聞いてなかったのですが、先日聞いて、えー、びっくりしました。 デビューシングル CD とセカンド CD も注文しました YouTube のカバーは神レベルですねと、はいはい、うるさんね「うるさん星の中の君と」と僕も買いましたウルさんもうウルさんね僕ねあのウルううさんに助けられてますねウルさん僕ウルさんの音楽聴きながら仕事することがめちゃめちゃ多いんですよまあ他の人も 音楽も聴いて仕事することあるんですけどやっぱね最終はウルっちゃいますいつもウルさん聴いてうるっとしながらまあでもウルさん本当ね多分ねあのお音が多分癒されますねなんかビブラートというかなんか「ああ」みたいなのあるじゃないですか「ああ」みたいなそこがねすごく癒されるんで、うん、まあよかったです「ウルさんぜひ聴いてみてください」なんかでアルファーファー出てます。 はい、メールあと、えー、車の試乗もしてきました僕の中ではもう数年以内に購入すると決意しましたお車もね買いたい車をもう試乗してきたと素晴らしい、うん、僕の中では、えー、必ずた僕の中ではもう数年以内に購入すると決意しました必ず達成して吉谷さんの住む鹿児島に車で行くのが一つの目標ですありがとうございます僕はですね鹿児島から青森行ったことありますからね鹿児島から青森 い、つも本当にありがとうございます。吉谷さんには一言で言えないくらいの感謝、感謝です。かなり影響を受けていますね。笑い今後ともどうぞよろしくお願いします。まあ、完全なる吉田に信者ですね。ありがとうございます。ザスはい、まう、あ、本当にありがたいことでですね。あの、本当いろんなものを送っていただいたりとか。まあ今回もですね。あのまあ、5000円じゃないですか？商品5000円なのに2倍の1万円を入金していただけるというなんとも。 紙ががってる入金,入金でありがとうございます僕ね5000円の商品を販売して1万円やっぱ1万円入金しますね。初めてかもしれないですねありがとうございます、はい、まあでも今回の本当に1万円以上の価値は絶対ありますんで絶対ありますうん絶対ありますんでまあ本当に森くんのセッションをちょっと聞いてほしいかなと森くんのセッションはいぜひ あの森君のやつすごくいい話してくれてますんであれはねほんと1万円じゃ聞けないと思いますねあの内容はあの内容はやばいですうんあの話よくできるなっていう若いのにすげえなと僕より年下なんですよ森君僕より年下なのにすげえできる男だなとしかも顔がイケメンなんですねイケメンであの話できるんだったらもう神だなと思うんですけど羨ましいなという限りでございます はい、まあ本当に今回ありがとうございました。はいうん、まあ5000円なんですけどね、商品。上乗せありがとうございます、はい。もっと上乗せしていただけることを今度願ってます。また商品販売した。よろしくお願いします。はい、まあ僕もですね、まあ,あの僕の,あの話以外にも、まあいろんな方とタイアップして、僕以外の お話っていうのも提供できるようにですねセミナーに関してはいろんな人とタイアップして、まあ、僕の話を YouTube でいくらでもまあ,まあいろんなあのいろんな <laughs> 意味わかんないやつアップしてますからあれなんですけどまあ来年もですねセミナーはこうやっていこうと思ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、まあ,あとですねあの来年は全国セミナー47都道府県まだ止まってるところがあるんで、えー、また滋賀、えー、に。 佐賀滋賀ですね滋賀,滋賀の方でまたセミナーやりますんでその時はよろしくお願いします、はい、ではですね、えー、ご挨拶と変えさせていただきたいかなとであとはもう既に入金していただいているということなのであのまあ明日じゃないと確認はできないんですけどもう日野さんのことは僕信じてますので <laughs> 日野さんのことは信じてますのでまだちょっと入金は確認できてないんですけど「振り込みました」っていうこのお言葉を信用させていただいてもうこのメールに あのーまあ、多分見たすぐ見たいと思いますのでこのメールに、あのー、その動画を添付しておきます添付しておきます入金確認せずに添付しておきますよ、はい、まあ本当だってね明日じゃないと確認できないと思うんですけど、まあ、日野さん日野さんのこと信じてますん、ね、で大丈夫だと思うんで、はい、本当にね1万円入金していただいてると思いますので、はい、もしかしたら100万で入金されてるかもしれないな ワクワクしてちょっとに通帳見たいと思います <laughs> はいまあそれは冗談ですけど、はい、では本当にですねあのここ多分日野さんだったら達成できると思うんですよねうん車でぜひあの鹿児島来てくださいほんと鹿児島ねめちゃめちゃいいですようんめちゃくちゃいい山海川全部あるであとあの 桜島桜島が絶景です、はい、でねちょうどね車じゃないとちょっと行けないというかすごく桜島の絶景ポイントがあるんですよでそこをもうご紹介しますんであそこはね僕ねお気に入りの場所桜島バーン見えて海綺麗で夕日そこで見るとめっちゃ綺麗なんですねうんなんか出てますあそこからなんかパワー,出てますよパワースポットですパワースポットをご紹介しますんで では、えー、今回ですね、あのー、本当にありがとうございます。五千円なのに、一万円を入金していただくという。あのー、神がかった入金、ありがとうございます。<laughs> では、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。